で、何食べる？何でもいい。じゃあ定食系か麺。何も食いすぎちゃう。週4の人やけど。うまい。もう美味しいよ。マイキさん、マイキさん。プロのボーカリストなら、ヘリウムガス吸っても歌えるよね。入れ込んできたね。どうすか、突然の企画。用意してあるぞ。もちろん用意してあります。今までプロのドラマー、ギタリストとして企画いろいろやってきたと思うんですけど、今年の2月からボーカリストとして活動を始めたわけじゃないですか。まあ進化だね。ということなので、本日はですね、ボーカリストの企画をやってもらいます。なるほど。ドラマの企画はたくさんやりよったけど、今年からね、歌も始めたということで、はい、歌の企画もできるわけね。さようでございます。そしてなんと先日出たばかりじゃないですか。多分実質的にはもう新動画に出た後になるんですね。これは皆さん見ていただけておりますでしょうか。あとソロの楽曲のデビュー曲新動画になるんですけども、まあ今までね、そのバンドとかユニットとかで、ね、他のボーカリストの方に自分の曲を歌ってもらったりとか、ボーカロ P として初音ミクちゃんとかにね、自分の曲を歌ってもらったりとかの活動が多かった中、今回ね、ほぼ初めて自分のためだけに作った楽曲になります。ぜひぜひね、まだ見てない方はね、見てください。元気が出る感じの曲になってるんじゃないですかね。ということで、もう用意してあるの？もちろんでございます。もう買ってきてあります。3本もね。そんなにいる？いや、わかんないですよ。実は僕こういう系の企画見たことなくて、わかんないから3本買ってきました。いや、でも純粋に気になりますね。その声が高くなった状態で普通に歌えるのかっていう、ちょっと自分で言うのもなんですけど、歌はここ1年もう自分より歌練習した人いないんじゃないかっていうぐらいトレーニングはしてきたので、まあ多少昔よりはいけるんじゃないかな。ヘリウムガス吸った状態でもちょっと吸ってみていい？いい、試しに。ちょっと使いましたけど。マイキです。おーすごい、あーあーすごい、あーミニオンみたいになる。これ気になるのがさ、音楽的な話でいくと、ピッチが高くなってるのかフォルマントが高くなってるかっていうところなんよね。音の高さって2種類あって、その音程が高くなる、そのピッチあーっていう風に上がるのか、あーっていうのと同じ高さだけど声質が高くなるのかっていうところが鍵になってくると思うんですよね。ちょっと今やっただけだったらわからんかったけど。ということで、本日はこちらのヘリウムガスを使って先日出したばっかりのしんどいね、歌っていってもらいます。どうなんですかね、本当にでも歌えるかわかんないこれ。今のところそのさっき吸って喋りよったじゃん、その手応えの感じ的にはどう？いやー全くわからん、もう一瞬過ぎて。あー、いやてかこれもうなくなっちまった。これ結構使ったな、これ。これだ、結構遊んだよ。ということで歌っていきますか。しんどいね、結構低いですからね。僕の楽曲音程高いところと低いところの高低差がすごいから、低いところがちゃんと歌えるのかみたいなところも問題出てきますね。これ確かに危ない。ヘリコプター、ヘリコプター、ヘリコプター、ヘリコプター。ということで歌おうかなと思ったんですけど、喉鳴らしも兼ねて一旦普通に歌っていい？ああ、もうもちろんもちろん。一旦普通に一番だけ。ヘリウムガス吸った状態でも、一応ちゃんと上手に歌えるようになりたいから。じゃあ行きます。ヘリウムガス吸ってしまったらね、もう、一発勝負やね。もう間違えないんけど。人間しんどいね、仮面ばかりをチェックして、本心は隠していて、作り笑いでバイバイバイ。あ、人間しんどいね、仮面の中で泣いていて、もうどうでもいいよって逃げていいんですよ。笑えんなら笑わなくていい、泣きたいなら泣きちゃくればいい、まっすぐなら俺だっていい、あなたといれればいい。今日もしんどいね、あれもしんどいね、君もしんどいね、だけど愛してる僕は最低なままで、最低なままで、最高に君を愛してる、ラララララッタン、ラララッタン、ラララッタン。
ね、声質がちょっとミニオンみたいになるけど、これでもちゃんと歌えるように頑張るんで、ヘリウムガスが尽きるまでやります。よっしゃ、行くよ。はい。すべてヘリウムガスに。なるほどね。よっしゃ、行くよ。はい。よしろ、もったいない。あー人間しんどいね、画面ばかりをチェック、芯は隠していて、グリ笑いでバイバイバイ。あー人間しんどいね、画面の中で泣いていて、もうどうでもいいよって逃げて、笑えんなら笑わなくていい、泣きたいなら泣きしゃくればいい、まっすぐな今日もしんどいね、雨もしんどいね、愛もしんどい、僕は最低なままで最低なままで最高に君を愛してる、ララララララ、ラタタタララ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 ラ、あー人間しんどいね。ダナナ、あー人間しんどい、やばい、もうどうでもいいよって逃げていいんですよ、抱きしめすぎて突き刺すように愛情を、今日もしんどいね、彼もしんどいね、君もしんどいね、だけど愛してる、僕は最低なままで最一本目投げ合った。ダサいアイロニー、ダソー態度に、ダソー太鼓に、ダソーハイナビ、くだらない話流しかわし、歌いたいように歌えばいい、投げたミュージック上げていく数字、二人描いたイメージ、誰もまだ見たことない夢のステージに、ハッハッ、君もしんどいね、だけど愛してる、僕は最低なままで最低なままで最、しんどいね、しんどいね、君もしんどいね、だけど愛してる、僕は最低なままで、最高に君を愛してる、ラララララタラララタ、ラララララタラララタラララタタタラララララララタラララタラララタタタラララダンラララダンラララララダンダン、ということで、はい、お疲れ様です。あのね、サビの歌詞全部間違えてしまった。どうでした？やっぱね、声質が変わるだけでその音程自体が上がらんけん、うん、吸ったからといって別に歌いにくいわけでもなかったっすね。検証結果、歌えるじゃないですか。ということで、はい、今のでいいなと思ったらぜひぜひ MV もチェックしてね、このぐらいかな、ちょっと思ってるのでぜひチェックしてください。今日からかな、多分エンディングが変わってますね、多分売名売名から、おしんどいのエンディングに変わってると思うので、それも
方がちょっと新鮮で嬉しいですね。ということで、まあ、先日しんどいね出したように、私ですね、今までドラマーとしての活動もやってまいりましたが、それに加えて、まあ、今までね僕がそのバンドとかユニットとかやってたように、僕がボーカルとしてね、今まで通り楽器の全部の演奏の曲とかも作りつつ、ボーカリストとしての活動も幅広くやっていこうかなと思ってるので、まあ、YouTube でもね、今までのドラマの動画とか作曲の動画に加えて、こんな感じのね歌の動画もこれから出せると思うので、ぜひぜひ歌の方のねリクエストもいただけたら嬉しいでございます。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今日もしんどい、あれもしんどいね、君もしんどいね、だけど愛してる僕は最低なままで、最低なままで、最高に君を愛してる、ラララララッドゥ、ラララッドゥ、ラララッドゥ、ラララララッドゥ、ラララッドゥ、ラララララッドゥ。人間しんどい。ヘリウムガスがね、もうちょいやればね、そのエンディングでもっと遊べたいの。確かにね。いや、思ったより少なかったね。でもこれ 11.6 リットルって書いてあるよ。リットルって何？空気にもリットルってあるの？いや、そうなんやね。でもリットルってさ、多分同じはずやん。そんなことないんかな、質量な。だって2リットルがこの大きさよ。これ 11.6 リットルらしいよ、今。11.6 リットル？そう、11よ。俺、水何本飲んだんだ、話。これ2リットルやけんね、これで。おいおいおい。いや、でも皆さんも言いましたけど、これ、あの、吸いすぎは、良くないみたいなんで、ちょっと真似はね、なるべくしないようにしてくださいね。対象年齢もこれ16歳以上みたいなので。高っ。うん、だいぶ高い。なんで？うわ、でも、これがあり前の子に吸わせて。大勢ずっと吸っとうみたいなけどね。そうやね。俺もじゃあ吸っていいかな。あ、どうも皆さんこんにちは。あれ？あ、ちょっと変わった。変わった。ちょっと変わった。ちょっと変わった。もうないのか、てか。普通やろ。あ、いいだろう。いつも吸っとうみたいやけどね。でもそれちょっと待って、そういえば待って。ずっと流しとったけど、なんかおかしいなと思ったら、やっとんな。大勢です。どうしよう。ちょっとなんかイライラしてきた。マジ、あ、変わ、もしかして変わらん、俺吸っても。変わらんかもしれんね。ドル、バリドル、電話しよう、この会社。どうしようで、メイドインジャパンってでも。マジ？じゃあ行こう、勝ち込みですね、次の企画は。メガジャンボ、11.6 リットル。みんな声これ、これにしてやろう。メイドこうやってピッてやって。あー、もうダメだ。あー、ダメだ。つーか、そろそろやばいって。もう本当にダメよ、赤バンされるけど。